思ったんですけど、ね、すみません、今日もう翌朝なんですが、本日は8月の、20日ですけれども、もうねこの雨ですからやばい。ちょっとごめんなさい、今日は休みにさせてもらいますね。あ、やばいやばいやばい、なんかこう雨水が大変なことになってる。あー、なんだこれは。もう豪雨ですよこれは。もうそういうわけなんで、普通に申し訳ないんですけど、今からちょっとタクシーで片町に行って、銀行とかに用事がありますんで、今日はそういうことにさせてください。こんなちょっと観光って感じではないわ。いやもうですね、結局午後になってしまったんですけど、今日の金沢市は大変でしたよ。さっきねここも水が全部ジャブ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 流れて溢れそうになってまして、なんと見たらこんな、まあ、いつも住んでるんでしょうけど、こんな巨大なカニまで出てきた。食べられそうだな。ワタリガニのパスタみたいな風にしてなんか入れたらいいんじゃないかなって気がするんですけど、結構大きいですよ。私の片手には乗らないぐらいのサイズで歩いております。さっきは銀行にも行ったんですが、その道中でタクシーで、ね、水をこうかき分けながらスプラッシュマウンテンをやったわけですけど、川が溢れそうということの他に、マンホールというかね、そこの側溝から水が噴水になってましたね。それもまた初めて見ましたけど、もう災害になるんじゃないかと思いました。北陸本線が止まってますんで、仕事にも影響してますが、まあすいません、いろいろと長々喋りましたが、また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。こんにちは、仕事も終わりました。今日は、8月の21日、北陸本線の金沢駅からスタートです。金沢駅の新名称といえばこちら、新元号令和が発表されるとき、このテレビで私も見ていたんですが、ちょうど NHK のインタビューなどもされまして、一躍時の人となりました。ぜひ皆さんもですね、うちのチャンネルの聖地巡礼などしたかったら、金沢駅についてここをお立ち寄りになられるとよろしいと思います。駅前のエスカレーターを降りたすぐのところにあります。本日北陸地方は大雨の予定です。昨日もそうでした。とんでもない大雨でした。もうマンホールから、ね、水が吹き上がって、こんなの初めて見たよというとんでもない災害のレベルでしたが、今日もそれに次ぐ、もしかしたら災害に至るのではないかという雨の予報が出ています。観光客はのんきにここで写真などを撮っていますが、今は1分1秒を争って、晴れているうちに、少なくとも雨が降っていないうちに、金沢の観光を次々とこなしていくべき時間です。予算の確認を忘れてしまったんですけども、16,000、これ1個1個足していけばいいですね。1万1000、27,000、38,000、8,000かな、そして48,000と、こうやって足していけばですね、まあ分かりますんで、56,900、予算設定の対象の動画はこれだと昨日お話ししましたが、これですね、85,000も再生されてましたんで、そうするとつまり、15,000円、本日の予算は15,000円というわけで、リッチにバスで金沢中心部、片町方面へ移動します。金沢市の中心部は金沢駅とはちょっと離れたところにあります。まあ歩いても30分ぐらいで行けますが、ここは金沢の中心、片町高輪坊、目の前には日銀金沢支店があります。昨日はこの目の前にある三菱銀行でちょっとですね、何時間か滞在して用事を済ませておりました。金沢駅からここまでは大量にバスが運行されていますので、特に時間を気にする必要はありません。ここが金沢駅、そしてこの辺が片町、そこからですね、兼六園と金沢城、もうこれが金沢城なんですけど、そこをこう抜けて東茶屋街のあたりまで歩いていくのが、まあ、典型的な金沢観光、1日あれば十分です。地名片町の解説がここになされていますが、加賀藩が発足した当初、この辺りに犀川が流れていたそうで、そこに京都の川床、川床みたいな感じでですね、川の下の方まで足を伸ばして頑張って建物を建てる、そういうやり方で町を作ったらしく、それで片町、片側を引っ掛ける町ということなんだそうです。その片町にあるショッピングモール、センスオブプレイスの2階に入っているこのね、ピザレストランみたいなところです。これ美味しいんですよ。ちょっと今からお昼ご飯はここにしようと思います。まあ、本当はねここで食べてる時間なんかない、雨が降ってくるわけですけど、ちょっとでも美味しくて食べたいんで、金沢に来ると楽しみにしている場所の一つです。パスタ一品プラスピザ食べ放題、焼きたてです。それからサラダとドリンクとこんな前菜までついてきます。これで1280円。
や美味しかった。あそこに映ってるものね、スパゲッティ以外は全部食べ放題ですからね。しかも追加で200円払うと渡りガニのスパゲッティみたいなの頼むんですけど、それもまた美味しいんですが、今回は頼みませんでした。食い意地を張ってゆっくり過ぎてまた降り出しましたが、まだでも小雨です。今のうちにババッと見て帰れば。金坊からまっすぐ入ったこの通り、金沢城の昔の敷地です。目の前にある重要文化財の古い建物は石川志向と呼ばれる、戦前の旧制高等学校。もちろん帝国大学に行く人は超エリートですが、旧制高校に行く人も超エリートで、旧制高校はもう帝国大学の受験校みたいな位置づけでもあったそうです。東京にある現在の日比谷高校、それが東京一高、仙台には仙台二高というのがあって、三高は京都だったのかな、そして、全国四つ目の、高等学校がこの石川志向です。四高ではなく志向と読むそうです。高等教育はごくごく一部の限られた人しか受けることのできないものでしたが、戦後には大学、それから学生が大幅に変更され、大学も各都道府県に最低一つは国立大学が置かれるようにまでなりました。私もあの国のお金を使って勉強をさせていただいております国立大学の学生という身分である一方で、国立大学の学生に対して教育を受けさせるためのですね、その税金の、提供者でもあるわけでして、私の支払っている安くはない法人税もですね、そういう勉強の資金にどんどん当てられているわけですから、動画をご覧になっている国立大の学生、国立大の私立にもね、お金入ってますけども、人たちにはね、よくよく勉強していただきたいなと強く思います。皆さんしっかりやってくださいね。その背景にありますこちらは旧石川県庁、現在の石川県庁はこの向かい側にあります。これですね、ちょっとなんか古そうな感じですけれど、こちらのもっと古い石川県庁は大正時代に建てられたそうです。でこの金沢城の敷地の中にはこのような公共施設が数多くあります。もともとは金沢大学、国立大学もこの敷地の中にありましたが、現在はかなり田舎の方に移転しました。加賀藩の祭りごとの中心として使われてきたこの金沢城は、明治維新後もその政治上の中心という役割はそのままに、数多くの公共施設が置かれています。結構地方都市に行くとこんな感じのことが多くてですね、もともとお城があった土地にはだいたい県庁とかそういったものが置いてあります。奥には石垣も積んであって、金沢城は天守が今なりませんけれども、確かまた建てるみたいな計画がありましたよね。北陸地方でよく言われる言葉として弁当を忘れても傘忘れるなというのがありますが、私はこのために傘を持ってきておりませんので、降られたら濡れるしかありません。別に濡れても私は構わないんですけど、ただ周りの人はみんな嫌がるだろうな、ずぶ濡れの人間があるって言ったら、そこの点だけ申し訳なく思います。しばらく雨が続くようだから買ってしまってもいいかもしれませんね。なんで傘を持ってこないのかって疑問に思う方もいるかもしれませんが、お答えしますけど、傘ってね、月に数回しか使わないんですよ。でこの荷物制限あってね、もうこれが私の家財道具一式なわけですけど、月に数回しか使わないものをカバンの中にしまっておく余裕なんかないですね。毎日使うものしか持ってませんから、だから基本的に傘は持たないということになります。着きました。兼六園の入園料は310円。兼六園一番の見どころのね、灯籠がなんか最近ずっと工事してるんですね。もう終わったかな、もうかな。兼六園の名物の一つはこの噴水です。今日はなんだかいつもより高く上がっているようです。この噴水はなんと日本で一番古い噴水です。兼六園はもともと江戸時代、加賀藩のお殿様前田家の人がですね、ここにじゃあ自分の別荘を作ろうとして、こういう風なものを作らせたらしいんですが、その頃からずっと、その中でも江戸時代の後の方ぐらいに作られたらしいんですけども、ここにこのようにあります。江戸時代からポンプもないのにどうやって水をあげているのか。この上に池があります。ちょうどあそこが池のほとりなんですが、そこからですね、水をこううまく連絡してきて、そしてここから池の水位の方がここの水位よりも高いですから、サイフォンの原理に従って下から水がビューと吹き上がるという仕組みのようです。なので別に今日はこの噴水が高く上がっているのは、兼六園側が景気よく今日はじゃんじゃんやろうって言ってポンプを強くしているわけではなくて、多分池の水の量がいつもよりも多いんでしょうね。昨日も大雨が降りましたから、その関係で高くなりがちというわけです。何も知らないとただのしょぼい噴水なんですけど、しょぼいって言っちゃいけないけどね。でもそんなに別にこれを見て何かうわーとは思わないんですが、あ、下を見るとあんなところにカニが、昨日もカニがいましたけどね、あんなところでわざわざ滝に打たれています。あ、よかった、よく絵はがきになるあの灯籠もようやく工事が終わったようです。人がいっぱいいて近くに行くとちょっとね喋りづらいので、そこでは静かに写しましょうね。まだ兼六園に入って3分しか経っていませんが、いつ豪雨に切り替わるとも知るのこの緊迫した状況においては、灯籠と噴水だけ見たらもうすぐ帰るというのが一番です。最もメインバス停も近い兼六園の桂坂出入り口から目の前には金沢城の白い櫓っていうのかな、ああいうのも見ることができます。
左側が兼六園、右側が金沢城で、この道はもともとお城を守るため水を巡らしてあった場所です。あ、これが明治の世への移り変わりなんだな、このね、こういうところをこう見ると、こう、ああ、なんともレトロチックこう感じさせるわけですけども、実はこの橋自体は平成7年に架けられたものです。多分もっと前からこの橋はあったんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうか。やっぱりそうですね、この石川橋という橋は1911年にお堀を道に改修してからずっと使われていたようですけれど、平成7年に新しいものに架け替えとなったんだそうです。古い石川橋にも大変興味があります。もし私が忘れていなければ、ここに古いその昔の橋が示されているはずです。あとはここから歩いて1キロもしないで、見るだけでも楽しい金沢の名物和菓子抹茶を楽しむことができる東茶屋街があります。そこも必ず訪れるべき金沢の代表的な場所ですが、もう随分この雨はこれ以上は多分おとなしくならないだろうな、いよいよ退却を迫られる時が来ました。しかし大丈夫です。私が皆さんにお勧めする金沢の一番の観光名所はまだご紹介しておりません。これからバスに乗って絶対に雨の当たらぬその場所へ行きたいと思います。バス来てるけど、あれは相当混んでるな。今金沢に戻り、これから先の予定を考えました。次は福井方面に向かうことになります。福井の主な大きな名所3つありまして、東尋坊、永平寺、そして恐竜博物館とありますが、恐竜博物館と永平寺に聞いてみたところ、どちらもですね、あの YouTuber が撮影するのはできないということだったので、そちらには行きません。そのため東尋坊しか行かないので、今日これから福井方面に進む予定でしたが、進まなくても明日の行程は影響しないため、なら交通費は明日に1個青春18切符まとめてしまった方が安いので、今日は金沢を離れないことにします。青春18切符代2370円を使わなくて済むということは、その分他の何かに使えるということです。今日はホテルに泊まろうと思います。もうその分ですね、ちょっと体力を回復して明日から先もまた元気にということなんですが、ジャランネットで今見てるんですよ。ホテルトレンド金沢駅前1000円安いと思ったらですね、70歳以上誕生日限定のハッピーバースデープラン、こんな人間存在するわけないですよね。これ70歳以上の、ね、高齢者の人がジャランネット見てね、お、今日は誕生日だから予約しましょう、まず存在しない。でそれを一部屋だけそういう枠を設けておいて、それで一番上に安い順で表示すると一番上の方に出てくるようにする仕組みってわけですよね。そういうホテルに泊まろうとはあまり思わないというのが正直なところです。でですね、いろいろ見たんですけれど、金沢はゲストハウスというものもあるんですが、今日は動画に吹き込みなどもしようと思いますので、これが良さそうです。ユニゾインエクスプレス金沢駅前、新しく最近できたホテルで4月10日に作られ、ここから徒歩5分3277円ですが、税込みで多分3500円ぐらいだな。ジャランとか楽天とかね、そういうのは手数料マージンを大体取りますんで、ホテルに直接電話するのが一番安いというのが一般的です。だからまずは部屋の予約、ホテル公式サイトに飛びます。なんかね、調べたらジャランの方がなんでか知らないんですけど安かったんで、じゃあいいですね。ここから歩いて5分男性1名なんでですかね、公式サイトの方が普通安く設定すると思うんですけど、やっぱジャランは他のサイトと他のホテルと金額で比較されますから、安く設定しなきゃいけないってことかな。1泊3540円金沢といえば茶屋街に行ってお菓子を食べたりという人がまあ多いのかなと思いますが、この安東という場所、向こうにもね入り口があって、こっちにもあって、この広大なデパ地下ほどの空間にたくさんお菓子屋さんが並んでいます。金沢の名物は大体この金沢駅で買い揃えることができます。なんなら富山の名物もあります。ここでお菓子をいろいろ買うのが毎度の楽しみです。でチェックインしました。1泊税込み3540円、随分ちっちゃいベッド、まあ、全然いいですけど、ね、安いですから。ただですね、金沢市では最近、宿泊税というのを導入したらしく、さらに200円プラスになりました。3740円、まあまあかかる。まあこれはね、しょうがありません。ネットカフェであれば税金はかからないんですけどね、ネットカフェの部屋でも十分なんですけど、ただあれだと滞在時間9時間とかそれぐらいで済む場合には安く上がるんですが、今回はもっと長く滞在するとホテルの方が結局安いということにもなります。なんかこの部屋ね、タバコっぽい匂いがするような気がするんですけど、これ禁煙ルームなんですよね。前のお客さんが吸っちゃったとかそんな感じですかね。でもそれだったら多分部屋変えると思いますんで、こういう匂いなんでしょうか。このホテルは綺麗でいい感じなんですが、なんかちょっとこうやっぱり
あれですね、殺風景、まあ、それしょうがないから安いホテルですから、それで、ね、十分です。私の知り合いからですね、聞いた話なんですけど、笑い話でね、仙台にユニゾイン仙台っていうホテルがあったらしいんですが、なんかそのホテル、ね、めちゃくちゃ臭いらしいんですよ。なんか風呂場が臭いとかで、今も多分名前を変えて存在してるんじゃないのかなと思うので、私は泊まったことないんですけど、もうトイレというかね、この風呂開けると、そこから匂いがこう、むわーっとしてくるから、長時間開けられないそうです。さて、このホテルは、あ、綺麗綺麗、いい匂いがしますね。ちゃんとしてましたが、そういう場合もあるということです。ね、ユニゾイン仙台っていうのを調べて、楽天とかジャランの口コミ見るとね、めっちゃ臭い臭い臭いっていっぱい書いて、本当に臭いらしいですね。なるほど、やっぱり安いだけで、いや全然文句とかないんですけど、安いだけあって、あれがないな、ポットみたいな、あれお茶入れて、飲もうと思ったんですけど、買ってきた金沢のお茶しかありません。金沢で加賀坊茶というのが有名で、これはほうじ茶ですが、通常のお茶っ葉ではなく、お茶の茎をいったもの、それで出した味なんですね。なんかね、妙にこうスーッとした感じ、ちょっと普通のお茶とは違います。さて、そんじゃですね、皆さんお待ちかねでしょうか、金沢駅の100番街で買ってきたお菓子の、商品紹介をしますよ。これは毎度おなじみですかね、うちのチャンネルでよく紹介している丸ごとみかん大福、みかんの、丸々1個がですね、生の果実ですけれど、大福の中に入っているというもので、320円ぐらいです。前季節販売だったんですが、通年販売に、ね、頑張って切り替えたようです。それから袋に入っているものは後回しで、これはちょっとひっくり返ってましたけど、これですね、金箔をあしらった羊羹、いくらか、これでね、324円とか、実は金箔ってそんな高くないんですね。また食べるときにご紹介しましょう。次、これはね、季節販売ですけど、丸ごとみかんが入っているゼリー。これは、いつでも売ってるものではなさそうです。このね、丸ごとみかん大福のやつは本当に人気があったの、いっぱい買ってる人もいるんですけど、なんか、あれですね、季節販売でこういうちょっと特殊なものもあります。それから、金沢といえばこれかなと、上生菓子、抹茶と一緒によく出てくるお菓子です。これもね、300円ぐらいするもんですね。これでこう綺麗にあしらった、伝統的な日本の工芸品みたいなものかなと思います。工芸品ではないんですが、あ、でも結構買ったような気がするけど、あとはもう1個だけか、合計で5個買いましたね。でも結構いいですよ。最後は夏みかん味の水手まり、結構みかん系が多かったですけどね、こんな風にこうぐるると丸くなったものが水の中に入っています。後でこうつるっと食べるわけです。今日はこの5種類と金沢のお茶、これだけでは足りないんですが、幸いのことにですね、このホテルはこんな水も無料でプレゼントしてくれました。でもちょっと水じゃーなーって気もしますね。水よりもあれですか、やっぱお茶の方がいいかな。ほんじゃね、どんどん食べますよ。まずはこれですかね、名物にうまいものなしという言葉の判例の一つがこれだと言っていいでしょう。中身はちょっとね、潰れがちなんですよね、どうしても。この包装もちょっとなんとかなんないかなと思うんですが、ちょっとね、はい、取れました。こういう何の変哲もないカップに入ったオレンジ色の玉ですが、ちょっと手やろう。これを一回取り出して、丸い玉じゃないですか。うん、うまく食べられたかな。こんな感じです。わかりますかね、どうしてもこんな風にぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、みずみずしいみかんがね、うまく周りのこう皮の甘みとこう、なんていうか調和して、これは美味しいんですよ。とにかく金沢に来たらもういつでも買えますんで、ぜひ皆さんも買うべきだと思います。とりあえずこれはここに置いときます。一応断面が分かるようになったところで、写真も撮ったんですけど、これだけなんかぐちゃぐちゃになってね、美味しくなさそうに撮っちゃいましたが、次は何を食べようかな。これかな。今写真なども撮りました。これがぐちゃぐちゃになっちゃって、一個だけちょっとまずそうになっちゃったんですけど、次はこれを食べようかな。これ全部水だと思ったんですが、これ水じゃないですね、ゼリーでした。だからゼリーの中に、おお、ゼリーが入ってるって感じですね。まずはこれからいきましょうか。怖っ。結構甘い。やっぱこういうお菓子っていうのはね、お茶のお供なんで、お茶受けなんで。お茶が美味しく感じられるお菓子ってのがいいですね。透明な部分の味はどうなのかな。これはなんか普通の優しいゼリーっていう感じだ。全部一気に食べよう。
例えがサイコパスすぎるかもしれないですけど、生まれる前のお母ちゃんのお母さんのお腹の中に入ってる赤ちゃんを、なんかお母さんのお腹ごと全部食べてるみたい。ちょっと頭おかしい例えかな。美味しいんですけど、そういう独特の食感があります。そんなことやったことないですけどね。じゃあ次に食べるのはこちら、金箔羊羹です。このように金箔が表面にビチッとまぶされていますが、まあ実は表面はね、ゼリーでこのように覆われておりまして、金箔が簡単にずれたりとかしないようになっているみたいです。じゃあね、この金を食べるということについて皆さんとも一緒に考えてみたいと思うんですが、国内産といいますか、国内で作られる金箔のほとんどはもう金沢で作られているんだそうですが、なぜそんなに金沢が金箔で有名なのか、まあもともとは江戸時代に、幕府に対して秘密にして製造していたのがどうも始まりらしいんですけども、調べたらね、さっきも雨が降ってるとかね、弁当を忘れるとみたいな話をしましたが、湿度が高いので、金箔をこう薄くするその作業に対してやりやすかったっていうのはね、あるらしいです。金箔というのはこれはこうなんかこんなにねゴールデンギラギラだからすごいかと思って、これで324円と、まあ、そんなに高くない。多分ねこの程度の金であればそんなにいくらもしない量なのではないかなと思うんですが、もう金っていうのはこの間ね佐渡金山でお話ししたように、今 1g で5500円でしょ。すごく貴重な金属ですけれども、薄く薄く叩けば叩くほど伸ばすことができまして 0.0005mm とかなんかそんぐらいまでいくんですね。そうすると金箔っていうのは本当にもうごくごくわずかなその重さのものをビャーっとこうペタンペタンにしてるわけですよ。だから表面から見るとまさにね二次元の世界、私たちが見られる二次元のものに近いものでは多分金箔が一番なんじゃないかなと思うんですが、表から見るとまあなんかこうビャーっと派手なんですが、横から見るともうほとんど存在するのかしないのかよくわからないみたいな、そういうものらしいんですね。で、私もね、金箔丼とか言って、食用金箔を買ってご飯にかけた、まあ、その動画も YouTube に出てますんで、よかったらまあ見てもらいたいんですが、そういうこともやったことありますけど、やっぱね、簡単にこの金箔というのは丸まってしまうんですよ。多分、そういうのをこう、避けるのに湿度が高い方が、まあ、有利なんだろうな、というふうに思います。で、あと、化粧品とかにね、今日も金沢駅ってね、いっぱい売ってましたよ。金箔入りの化粧品。金パックとかね、こう、化粧品に金箔を入れてとか、あんなん効果ないと思いますよ。まあ、私はそんな専門家じゃないけど、金というのは多分学校で習ったと思うんですけど、黄水という硫酸と塩酸を混ぜたやつでしか溶けないし、あとは温度が常温ではもう全くこう溶かせるようなものではないとかいうことでして、まあ、とにかく溶けないんですよ。で、溶けないということは吸収されないということですから、だから私たちも食べることができるし、また逆に言うと吸収されないということは体に対してですね、人間は水を通じてね、溶けている水溶液を通じて体に栄養分とか取り込んだりするじゃないですか。で、溶けないということは消化されない、体にも吸収されないんで、これ口の中に入れても何にも変わりはないわけです、ね。まあ、だから問題もないですよ。いっぱい食べてもね、変な金属が溶けたりしませんからいいんですけど、でも効果もないんで、金箔入りの化粧品とか買っても、まあ、気分がゴージャスになるならまあいいとは思うんですが、まあ、それぐらいの違いしかないというわけです。で、またさっき言ったように、グラム5500円と高いものでも、ペラペラーにビヤーっとこうですね、薄くすることができます。もう前も言いましたけど、1グラムの金を、今横幅がどれぐらいなのか知らないんですけど、3000メートルぐらいまで伸ばすことができるらしいですからね。で、あとね、京都に金閣寺あるじゃないですか。金閣寺、正確には六音寺舎利殿に貼ってある金箔は通常の5倍の量らしいんですけど、まあ、ああいうやつをそのまま剥がし取って食べるというのは、あんまり良くなりません。金ですけど、完全に純金ではなくてですね、これ合金ということになっていて、中には銀がほんのわずかだけ含まれているらしいんですね。それが食用の金箔で、工業用の金箔については、銅が混じってるらしいんですけど、銅はね溶けるんですよ。で、多分なんか銅もあったじゃないですか。人間の公害かなんかでありませんでしたっけ。重金属っていうのはね、例えばちょうどこの近く富山の痛い病なんかカドミウムがね影響したわけですけど、あれは一部溶けて体に吸収されてしまうんで、銅は入ってると食用にまずいってこと、それが工業用と食品用の金箔の違いだそうです。で、ちなみに今言った六音寺舎利殿の、金箔ですけど、あれはね、確か私が計算した1億2000万ぐらいの時価でね、それぐらいの金がね、どうも使われてるみたいですけども、実は意外にも、あれにはそんなに金はね、こう、ベラーっとかかって、金かかってるってことはないみたいですね。やっぱこういうの計算すると面白い。だから金箔ってそれだけね、意外と実はお金がかからず、リーズナブルに、豪華さを味わうことができるというわけです。だからこう、日本酒とかね、コーヒーとか、そういうのにこう、金箔がパラパラーっとなってね、豪華だなーって言ってますけど、別に、実際には、あんなのいくらも金がかかってない、全然豪華じゃないんですけど、まあ、気分なんでね、信じるものは救われる系の、代表的なものかと思います。だってこれでこんだけビャーっとこうやってね、300円なんですから、いい商品買いましたよ。
これは羊羹。横を見ると、わかりますかね、こういうふうにね、こう横から見るともうあんだかないんだかよくわかんないけど、表面から見るとこんだけ、まあまあそんな感じです。ちょっと表面のゼリーだけ剥がし取ってみるか。うん。菌は全く溶けませんので、さっきも言ったように。そうすると、溶けないということは、唾液を、唾液というか、こう舌の上に乗っても、味も何も感じないということですね。表面のゼリーを取ってみましたけど、こんな感じです。こうね。横から見ると本当にペラペラですよね。よくお分かりいただけたかなと思います。でもまあなんだかんだ綺麗です。まあでも綺麗だなぁとは思いますけど、これを見てそんなにうわぁ贅沢っていう感想もあんまり持ったことないですけどね。まあ、綺麗かなぁぐらい。そんなにこれを見てみんな魅了されるんですかね。お、私の唇にも金箔がついてる。じゃあもう全部食べちゃいますね。あ、美味しかったと言いたいところですけど、味は全く普通の羊羹でございます。で、最後はこれです。金沢といえばこれなのかな？上生菓子。綺麗ですね。もともと上生菓子っていうのは和菓子の中の種類の一つを言うんだそうで、和菓子には大体3種類あるらしいですね。1種類は、生菓子。これは、例えばお餅、その中にあんこが入ってる、まあ、大福とかね。それから東、これは乾いてるやつでして、例えば京都で焼き八つ橋とか、多分ああいうバリバリバリみたいなやつだと思います。で、3つ目がこういう上生菓子で、これは、お茶、茶道のですね、広がりとともに、普及してきた、お客さんを、その見た目の美しさとともにもてなすための、上級の和菓子なんだそうです。で、この金沢は、加賀藩がですね、非常に、積極的に、裏選挙を招いて、茶道を普及させたらしいんですけども、もともと茶道っていうのは戦国時代に武家のたしなみとして普及していたらしいんですが、それが、金沢では、割と庶民でも広がってですね、みんながみんなの茶道を結構やり込んでたらしく、それでこういうものがかなり盛んに作られているんです。というところで説明は終わりましたので食べます。まあ、これはこう切って食べるんですね。多分こうでいいと思うんですけど、まずはこう一つ。白あんということでしたが、よし、こんな感じで。ちゃんと切ってたかな？切れました。で、切ったら、多分刺して食べるんで合ってると思うんですが、あ、まだ切れてなかった。マスの寿司を彷彿とさせる食べ方ですが、これですね。中までこんないろんな色が入ってて綺麗です。これを。やっぱお茶がこんだけ甘いもの食べまくるとなくなっちゃいますね。これ味は単純で、正直これだけではですね、ちょっとさすがに甘すぎて全然なんか食えたもんじゃないという言い方はまた不適切かなと思いますが、まあちょっと飽きちゃうんですけど、これがお茶と組み合わせるとめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんかね、お菓子が美味しいっていうよりお茶が美味しくなる。やっぱお茶に合わせるためにずっと作ってきただけのことはあるなと思います。お、なんか長い髪の毛が落ちてるな。私、なんか女の人と泊まってるわけじゃないんですけど、なんだこれ。あとそれ忘れてた、ゼリーね。これも食べたいんですけど、ちょっと冷やしてからのがいいだろうと思って。あ、危な。電源スイッチが入っておりませんので、スイッチはどこ？どこ？どこ？スイッチ。中か、中にあるって書いてあった。スイッチ、これで。4ぐらいにしておこう。7にすると凍っちゃいそうですからね。もう1個。ああ、美味しかった。まだ、あ、これ箱捨てちゃったから、もう一回これ蓋して保存しておきたいですね。いかんいかん、今日の動画、まだ出してなかった。出してないというか、プレミア公開の設定をしてなかった。今日は谷川岳の回です。ちょっとね、視聴者の皆さんのご覧になってるやつと、私の実際に出してる動画のスケジュールがですね、結構詰まってきてしまって、このままでは現在地を特定されるのではないかという局面にまで陥ってるんで、ちょっと心配なんですけど。いや、いいですね。たまにはですね、これ今、みかんゼリーを開け始めたところですけど、みんなと一緒に、今日の谷川岳の動画はね、プレミア公開を見ながら、もちろんホテルの Wi-Fi を使って、こう、ダラダラ。いや、幸せですよ、やっぱり。ホテルっていうのはいいですね。たまに泊まるとね、ネットカフェってね、やっぱちょっとこう、社会の中のこう、なんていうんですか、下の方にいるみたいな実感をやっぱり持ちながら、あそこにいることになりますんで、ちょっとね、だんだん、いるとね、気が変になってくるんですけど、たまにこういう普通のところに、いられると嬉しくなりますよ。あ、
夜になったらなんか雨もやみますよーみたいな天気予報が言ってましたが、実際にその通りになりまして、今はですねとりあえず雨は降っておりません。今時刻は21時、変ずっと引きこもってですね動画の編集をやっております。今からは夕飯の時間、夕飯はね金沢カレーの予定になっております。まあ全国チェーンなんですけどね、私この間4月に初めて金沢駅でねご馳走になって、それからこんな美味しいものがあるのかとよく食べるようになりました。で、またもさっき言った同じ場所に来ました、100番街アント。土産はもう8時閉まっちゃうんですけど、飲食店は10時ぐらいまでやっているようです。営業時間を調べてですね、10時までゴーゴーカレーがやってるってんで、ギリギリになってから行こうと思ったんですが、なんか今日に限ってね、21時で終了って書いてある。今もう9時20分なんですね。うわー、残念、残念ですね。まあ、何にも言わずにいきなりはい終わりってなったらちょっとね、はぁって思うんですけど、店にね、そういう張り紙もあったし、店の人も、あ、すいません、みたいな感じで、わざわざね、挨拶まで来てくれまして、まあ、すいません、張り紙し合ってね、それだったらなんか事情があるんでしょうから、まあ、しょうがありません。お腹が減りましたけど、カレー高いからね、しょうがない、なんか別のものを食べることにします。反対側、金沢駅西口にも私個人的におすすめのコストパフォーマンスに優れるイタリアンレストランがあります。